養生そんなとこ30分や晴れるから30分じゃ晴れんわそんなじゃもうほんと嫌だな俺今回まあ塗装の職人が河原の養生ですね、揉んで組んでくれるみたいな職人営業、まあ、こいつの連絡が なってなかったのかな組み直しなのはい組み直しでも話だけに限るでしょ別に養生なんかできるもんね大した手間じゃないでしょ足場組むのはもっとそんなレベルじゃないよってはいあ来たなー面白いね動画見た結局何もこの状態ですよで納得できるんだ納得俺はいいかそこなんか結局足場ないから俺の脚立持ってって足伸びるやつ一人で支えて登ってバルコニー一切組んでなかったでしょ2階というのは全て組んでなかったいやバルコニーは全部組むって言うんだろいやほんだから最初は全然組んでないのどうやってやるのって感じこんなもんじゃやれんぞやれないさでなんか噂によると橋木さんがいたらしいもう俺分からんよそういうそのことは分からんやめますよ綺麗に塗る目的で俺らやっとるわけじゃないですかいいですけど孫ちゃんそ怒って喋らんでくださいよ、うん、怒って喋れば俺もう腹が立ってくるだって今まで散々俺言ってきとる言ったって分からんてそんなこと言って分からんお前みんな塗装やっとるだろ隠れました。はい。ちょっとこれがマイクやでね。はい。あ、来たなー面白いねー。あおちゃん。動画見た？なんか問題が起きたんだ。問題？そうですね。塗装の職人の方から、まあ、いつも組み合ってくるんだけど、岡部は届くから、組まんかったんですよ。まあそれ僕らもあるんですけど、うん、で今回まあ塗装の職人が、河原の養生ですね、揉んで組んでくれみたいな。話だけにかけるでしょ別に養生なんかできるもんね大した手間じゃないでしょこんな18のスプロスリップバーッて引くわけでしょテープ止めてくわけでしょいや足場組むのはもっとそんなレベルじゃないよって前の場合あちなみにですけどこれ前回の動画であの足場がちょっと洗浄入った時にこっちはいかんって言って組み直しさせたんだねで組み直しさせて俺たち、うん、こっち入っていいまあいいよとりあえずまこちゃんまあね組み直しさせたっていうか一切2階足場なかったんだよねまだ俺のターンだからで2階はこれ動画になっとるよねこっちはこう組んでまあこっちはまあ、でなんか一本だけ入れるって言ったでしょなんかこの通りは一本入れようかって言ったけどな結局何もこの状態ですよで納得できるんだ、うん納得、俺はいいか。結局だから、何屋根、ね、別にここも半分以上やったんだけど、養生。うん。こっちはもうかかっとるから、やっぱり。そう。多少。ただ、まこちゃん、これは一つ言うのは、うん、足をついたら、屋根が割れるからね。うん、それはわかるんだけど、例えば、うん、手届くっていうのはわかるんだけど、まだ、うんうん。そこなんか手届かんからね、飛び出たとこ。え？飛び出とるんですよ。飛び出とる。ああ、そこなんか結局足場ないから俺の脚立持ってって足伸びるやつ。あ、一人で支えて登ってやったんだもんね。ああ、それはいいわ。これバルコニー一切組んでなかったでしょ。だれ二階というのは全て組んでなかったわけ。いや、バルコニーは全部組むって言ってたよ。いや、ほんだから最初の洗浄の時ですよ。ああ、そうそうそう。それで俺が。いや、それはいいんだよ。うん、あれはまこっちゃんたちの方が正しい。うん。いや、俺こっちはもう思ったの。で、裏はまあ、A だろ、クマって言ってたけど、足場班はまあ、まあ、いいっすわ、組んできますわって言ってたんだけど、こっちは確かにいるわ。これ全部ね、あそこね。あそこでしょ？そうそうそう。動画わかる？あそこの、あそこですよ。屋根があるじゃん。ベランダがあってよ。ああ、そう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 。ベランダがあって、そこさ、下が屋根がある。ここがね、屋根になってる。で、あそこなんか全く届かない。で、こっちやってるけど。あ、でこっちも組んでかんかったんだ、結局。そうだよ。うん。あれ？なんか俺、打ち合わせと違うな。だけど、あっち側はちょっと高いんじゃないの？確かに、お前。やりづらいじゃん、これ。ベランダのところもある。こっち側な。今からこれ、中、組む。上げて。シート、まあ、材料上げるとこだけめくって、うん、そこから材料上げるどこまで来るの囲いますあ囲いますね4面あれ上が1個の家みたいな感じで社長来た日あの足村さんが あそう言っとったのこれこっちは正面の空気来とったよ一切だからでなんか噂によると立木さんがいたらしい
まあ、俺は分からんよ、そういう。そのことは分からん、分からん。あ、目の前で泣いたんじゃないの？知らん、知らん、知らん。違うぞ。いや、なんか泣いて、なんか、もう私、やめますよ、話を。俺、もうやめりゃいいよ、じゃあ。そのことでやめるなら、もうやめた方がいいです。井村さんの言うには、電話で行ったの？これ現場、現場俺が行った。ここ俺の担当だもんで。ああ、そういうこと？いや、だって、こんなんじゃなんだろう。だって全然組んでないの。どうやってやるのって感じ。顔出しできん。いや、ね、顔出しできんもん。こんなもんじゃやれんぞ。うん、やれないさ、ね。こういう、こういう意見いいね。すごい、この、やっぱ、この塗装の世界って本当大変だよね。ほんで、僕もYouTube 見たんですけど、うんうん、全部養生すればいいじゃないですか。みたいな話してたじゃないですか。俺こっちはいいだろうって言ったんだわ。それ家いじゃん。届くでしょって言って。なんか洋装の絡みらしい。そう。で屋根がやっぱ広いんで、上塗るときね、風も最近結構強いんで、塗料が飛んじゃうと屋根にこう全部落ちちゃうんで、屋根全面、屋根の全面に養生を貼らないといけなくなっちゃうんですよ。それは話だけにかけるでしょ。別に養生なんかできるもんね。まあ。養生は養生関係ないでしょって言うんですね。それ面倒くさいだけでしょ。ただその柱があったら、まあまあ、そこまででいいでってことでしょ。入っちゃ手間じゃないでしょ。1月のロースリップバーって引くわけでしょ。テープ止めてくわけでしょ。そう 10分ぐらいでしょ。いや足場組むのはもっとそんなレベルじゃないよって。いやだけど、うん、全部やるの本当大変なんですよ。ちょっと俺も勉強するわ。いやいや、そうなんだよ。それはわかる。その養生が大変なのはわかるんだ。そので、井村翔も言ってた、ガムテープが貼れんとか、どうのこうの言ってる。そう、シュカーって吹けって言ったんだけど。だけど、足場は組んだら、手が届くなら、やっぱやってもらわんと、屋根割れるんだわ。うん、それはわかるんだけど、うん、だけど、風の強い日なんかもう吹っ飛ばされますよ。まあまあ、それはわかるよ。うん、それはわかるけど、なんで俺も別にさ、だけど、返した足場組めいっとるわけじゃないですよ。うん、うん。メッシュを簡単にかけれるように。うん。まあ、例えば、おやつの針とか。そうそう、それでみんなは。うん。で、それを伝えてあげた方がいいよね。立木さんってやっぱ入って1ヶ月、2ヶ月だから分かんないんだよね。だから、その結局、手届く範囲だもんで、いらん言うわけなんだもんね。それ。俺が言っとったのは、うん、あれ動画になっとるかどうか分からんけど、ここ、まあ、おやつなんかなんか貼ったらいいんじゃないですかって、堀川翔が言っとった、確かに。うん。で、まあ、これ、ここじゃなくて、もう一個向こうがあるじゃん。向こうちょっとなんか低いとこあるんじゃない？うん。いや、あれだったらいらないですよ。もう明らかにこんなもんなもんね。あれはいらない。今まで僕、やってきた中で。違うよ。向こうがなんかちょっとやりづらいとこない？ああ。要はね、いや、これ出とるところが、もうちょっと、あれだよね。要はこうなっとるもんで、ここで作業できるやつと、ちょっとぴょこんと出とるもんで、ここだと、そう。ちょっと出とるもんで、うん、ここ、こっちに立たないかと思うんだよね。うん、あ、なるほどね。結局、だから、すべて、下から塗れないってことですね。あそこの、あそこの、ひさしね。あれ、うん、見えるこれね。あ、そこ映ってたわ。なるほど。もう納得できんと。だいぶ、ぶち切れたの？あ、そうですね。壁ぶち切れたというか、普通のことを言っただけ。なんだ。いや、だから、基本は、足場を組む。だから、飛散防止のためにメッシュを張るわけじゃないですか、うんうん、だから基本は全部組む、うんうん、壁塗るところは、うんうん、でおやつとか持ってないですか自分たちで、うん、いやほんだらさ足を組んだら養生できんとかなんか言っとったもんで足を組んだら養生できん、うん、なんかそういう職人がおるらしいもんで要するに狭くなっちゃうもんで、うんうん、床の養生やりにくくなると逆に足場組まれたら、うん、そういう職人がおるらしいんだけど、俺の中にいれば、うん、そんな間近に組む必要ないもんです。例えばそこの建物。要はそういうことだね、うん。ここで走ってくれれば。そうそうそ そう。問題ないもんね。で材料とかも置ける。で材料を置けるように、ね、棚とかつけて。ないない、全くない。あ、俺それは言っとったよね。なんか材料を置くようにアンチだけ外につけておいてあれば、あれ。あ、こっから削りブラケットかなんか出して。材料置き場みたいな感じで物が置けたりしたらいいと思うんだよね。あーってなった時にひっくり返ってもさ、あそう、ね、バタンとはひっくり返らんけど、はい、なんか棚とかがあればさ、そうです、ね、あーってその捕まるとことかあるじゃん、はい、ないない全くない。あ、俺それは言っとったよね。この傾斜でしょ、ちょっとそこまで俺見とらんけど、この傾斜あるから俺ら結局足滑るでも何もない状態で、うん、一斗缶とか持ちながらこう塗ってて、うん、体滑りながら塗った
現場ですよ、これ、うんうん。体が滑ってくるんですよ、下に。置ける場所もなくて。ちょっと俺、真ん中は確かにね、あれ言われてみたらそうかもしれないね。あれ本当に、だってこれはもう職人が確認しながらね、こうやってね。もうこれ下からじゃ分からんわ、あれは。行ってみんとね。だから上登らんと全然分からん。これ大問題なんて、まあいいよ、今日夕方全員呼ぶわ。もっと動画を。でも別にみのり探しが悪くないよ。でも逆にこう意見を言ってほしい。どんどん行ってくれゃいいんだけど、やっぱ、その営業も育ててあげてほしいんだもん。立木さんもね。で、やっぱ言うことでこうやって足場の職人も育つじゃん。だから俺はこういう話がすごい好きなんですよ。誰は入ってんじゃん。ねえ、みのりさん。だってさ、ね、屋根足組んだことないとこ行ってたでしょ、あれ屋根塗装がないもんで、落下防止を作らんっていいもんで、でしかも高さが低いもんで、結構あるんですけど、そういうの。でそれを全部が全部組んでくれっていうのはないんですよ。何件も回ってきたんですけど、一応塗り替え道場でも仕事を。あ、初めて言われたんです。誰が？その下屋根の養生があるから、なんかその下屋も組んでくれ、高さある、届いてるけど組んでくれって言われたのが初めてだったんで、うん、こういう場合、うん、まあみたいなこと言ったから、まあまあ、俺今まで南の出現場でそんなとこないですよ、こんな全く組んでない現場なんで。あ、そう、2階部分、例えばこんだけいくら手が届くいったってこんだけ高さタッパーあるんだったら絶対組むべきだもんな、メッシュは張る、とにかく、うん、あ、養生用に、そう、うん、組んである、普段組んであるよ、こんな、例えば、こう、1メーターぐらいの当たり。誰かわからんけど。大体組んであるよ、俺。まあ、ただ、あれだよね。屋根が割れるっていうのはあるよね。大体、届く板ってさ、手伸ばして届く範囲なんだもんで、ね。きついことはきついですよ、だって。うん、一気にこう割れるの、ね。普通1800じゃん。うん、ほんならアンチなんか、こういう場合はだからアンチなんか引く必要ないもんで、ね。アンチはいらんけど。うん、だれもメッシュ貼れるようにしとってほしいだけ思ったもんね。メッシュは、養生って言うんだよね。こう、飛散防止の。ほんで、なおかつ、俺らも、下まで貼ってあれば、俺らだって滑り落ちんじゃないですか、下までは。メッシュ。あ、要は、養生が貼りたいって言っとったんでしょ？床用の。で、こんなもん全部貼るの嫌だから、足場組めって言ったんでしょ？貼りようがないって言ったんですよ、誰。こんな、こんな面積を。足りようはあるでしょ、じゃあ、足場組むよりは楽でしょ。その、単純にそれだけだったらね。だって言い方も悪かったと思うよ、多分。この養生が張れるってことないでしょ。いや、足場組むのが大変だよな、じゃあ。足場組むのはこれでね、1時間かかるけど、養生、そこのとこ、30分ぐらいは張れるから。30分じゃ張れんわ。そんな。じゃもうほんと嫌だな、俺。何を怒ってんすか、そんな。じゃ足場割れるどうのこうの以前にさ、綺麗に塗る目的で俺らやっとるわけじゃないですか。いいですけど、まこちゃん、その怒って喋らんでくださいよ。うん、怒って喋りゃ俺もう腹が立ってくるもんね。話しに来たんだもんね。別に俺物言ってないじゃないですか。俺がまこちゃんに物言われたもん。もう嫌だったら帰っていけよ、じゃあ。で、俺話しに来てるだけじゃないですか、まこちゃん。じゃあ、お前、普天間から帰っていけよ、じゃあ。やってもらんでいいわ。よそにやらせるで。だけど、こうやって俺、意見なもんね、こうやって話聞きたいで来とるんじゃないですか。いや、別に、まこちゃんが間違っとるって言っとるんじゃないよ。俺も意見を、俺も塗装なんかやったことないし、足場しかやったことないから、俺は意見聞きたいだけ。あ、そうだねって思えば、やっぱ、それやらなかったんですか。その、用事をこんな1時間で無理だよって。うん。いや、違うんすか？でもそうでしょ。わからんもん、そんな。で、なんで、わかる、俺らのこと言ってること全部わかってくれって。そのわがままのこと言ったって、俺もわからんじゃないですか。俺別に塗装の職人じゃねえもん。じゃあ営業のことわからんでしょ。どういう思いで仕事取ってきてるかわかる？どういう思いで足場組んでるかわかる？
同じことやれって言ったらやれんでしょ。それみんな同じじゃないですか。だからみんなその話し合いしなあかんじゃないですか。でその中でまこちゃんたちが大変と思うやん、別に俺も組むじゃないですか。一回ちょっと、まあいいわ、ちょっと午後から、堀川一回呼ぶで、まあ一回足場に直接話してるじゃん。ね。いや、俺もちゃんと意見聞けって言うで、やあいつらの勉強になるから、やあいつらのペンキ塗ったことないから、そんなの分かってくれっていうのはわがまま。伝えてあげんと。どう？あ、これなんか、ちょっとなんか磁石。中に磁石落ちた。どうっていうのは何ですか。だって今まで散々俺言ってきたろ。言ったってわからんて、そんなこと。言ってわからん、お前。みんな塗装やっとるだろ。いや、もうズボンの書いてたんじゃないの、まこちゃん。いや、それは何回も言ったらあかんと思うんですよ。まあ、言わんなら言わんでいいと思うけど、まあ、また同じ足場になると思う。多分そうなるよね。うん。だって話し合いじゃないですか。そう、なんでもそうじゃない。俺に合わせろだけじゃやっていけんじゃん。じゃあそんな俺もだって従業員俺の言った通り全員今日命令したらみんな動いてくれって。今だから儲かってしょうがないじゃん。でしょ。営業もじゃあ俺が言ったら全員やれる。でも決めねえやつおるじゃん。そういうもんでしょ仕事って。それをじゃあ俺らはこうだで、俺らは俺ら。俺らをちゃんとやっとんだけど、お前らちゃんとやれよ。いや、そんなことないでしょ、別に。営業もみんな助けてもらっとるでしょ。あれだって鋼鉄ジャムとかもあるだろうし。まあもちろん、立木さんたちがレベル上がって、それを伝えれる力つけながらよ。足場班、こうやって上がってて、こういう風ですよね。塗装の職人さん。力もつけながらだけど。だけど、まあ、まこちゃんたちも、俺いかんと思うよな。こんなんだけんぞっていうのも多分俺伝わってなかったと思う。あの動画でその10分15分だけ見てよ。俺このコールだ。俺ここに1時間おったんだでさ。まあ、綺麗やってくれとるよな。こうやって、まこちゃんの力で。トイも、次のサビとも行けてね。まあ、こうやってやっとるで腹が立つのもわかるっすわ。これはしっかりやったんだねってね。トイのバンドまでサビ入れて。まあ、偉いわね。まあ、それはわかるっすよ。だからもう俺らこんなに一生懸命きちっと丁寧に少ない予算でどんだけやってると思っとんだと。こんな俺らのわがまま多少聞けようと。でもわかるんですよ。で俺もそれは分かってる。だからまあこの話がわがままも知っとるよ。まあ噂になっとるわ、一番わがままって。マジ？じゃあそうだよ。じゃあ全店で一番わがままだけど俺はまこちゃんたちはそれだけやっとるで、やっぱフォローしたれよっていうのも言っとる。だけどそれとこうやってじゃあ教えてあげて、いやそんなもん俺何回も言っとるで教えれへんぞっていうのは違う。と思うから、それは俺の意見。だけど本当に確かにいい仕事してくれてる。ちょっとまあ近いでまた見に行きますわ。ちょっとシリーズかね、今回は。この現場、ひろみさん。まあ申し訳ないですね。僕もカッカするとあれだけど。まあだけど本当に別に、あの、まこちゃんたちを責めるために来てるわけじゃないから。ね。まあ半分面白おかしくしとるけど、だけど足場ってやっぱレベル上がる方が塗装職にとってもいいし、だからまあ協力しちゃってください。まあ、ほんで、まあ、堀川にちょっと勉強しに来いって言うもんで、はい、うん、申し訳ないですけど、これ動画使うからね。ご協力、鴨田さんからご協力お願いしますね。Yeah.